どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカシゲパズやっていきましょうということで、本日は魔法石99個届いております。ありがとうございます。魔法石が106個になったということで、ガチャ引いていきたいと思います。これ皆さんね、慎重になった方がいいんですけど、このアカウントはちょっとベリアルを狙いたいので、引いていきます。基本的には今日もらった99個っていうのは、おそらく今週新しいイベントのガチャが発表されると思うんで、1週間様子を見た方がいいと思います。基本的にはね。ただ僕は動画を撮るので回しちゃいます。でも全部回しません。ダイヤ出たら終わろうかな。うん、それでいいと思う。ダイヤ出たら止まります。絶対に動くまでとか言わない。止まったら終わり。次のイベントに石を残す。それで行きましょう。よろしくお願いします。なので一発で動け、動けというか、もうベリアル出てくれ。ベリアルが出たら終わりたい。はい、よし、ベリアル。うわー、すげえすげえ、持ってるベルテね。いや、2体目か。そうか、ベルテこれ2体いればさ、ベルテシステム使えるんだよな。落ち込んだし、指延長、キー回復3個ずつ。マジか。まあでもデフォルメもありだけどね。どっちも作っとこうか。これだって無効換4だもんね。もしくは、コンボ強化1、無効換3。マジか。いや、すげえな。一発で動いたわ。いやーでも、うわー、ベリアル。終わる、終わろうか。そうだよね、終わるって言ったもんね。ダイヤ出たらそもそも終わるって言ったもんね。終わろう。はい、ということでガチャ欲を必死に押し殺しながら、9000万ダウンロード記念スコアチャレンジというのが来てるので、こちらをやっていきたいと思います。パーティーはこちら。ベルテ使わないんかいっていうね。まあ1体揃ってるんですけど、はい、ベルテは使いません。デュオレアルテミスパーティーということで、操作時間固定になってます。はい、でキー光で半減とかかかって、コンボ加算もあって、で、フレンドさんの方には固定1ダメージあってって感じで。まあ、木と光でね、コンボしていって、追加攻撃したい時は木の2コンボも入れると。で、このアルテミスを編成した理由が、このね、スキルがめちゃくちゃ色々いけるんですよ。だから、このサブの枚数を減らしてというか、レアリティを下げて、平均レアリティを下げてるんですけど、この1体でできることが多すぎる。属性吸収無効、変換、覚醒無効、全回復。そう。めちゃくちゃ優秀です。で、まあ、テュオレもテュオレでね、消せない回復とか、エンハもあるし、そう、無効感もしっかり軽く出せるし、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。初見なんでどんな感じかわかんないんですけど、そんな難しくないよね。あ、指は減らないんですよ、そう、指固定だから。あ、封印、危ねえ。あ、遅延ね、大丈夫大丈夫。OK。じゃあ、追加攻撃いらないから、ああ、でも、毎ターン全力コンボしていこうか。なんか加減してね、S ランク取れませんでした、つったら、最悪だから。さあさあさあ。オッケーオッケー。いい感じだね。よし。いや、今日早起きして、メインアカウントでランダムやってたんですよね。ああ、デバフがもう来た。まあ、使ってもいいけどね。硬そうだし。そう、ランダムをね、朝からやってたんですよ。皆さん、ランダムやりました？結構難しくって、まあ、僕、そんなパズル得意勢ではないので、あ、これやばいかもって思ったんですけど、なんか、まあ、後で動画出そうかな。序盤こそミスったものの、最後、8コンボ、9コンボとかできて、なんかそれだけで、意外とね、159,000。まあ、約16万出て。まあ、それでもう落ちないでしょぐらいの。まあ、初日だからまだわかんないけどね。まで入れたので、まあ、なんとか、王冠コンプは継続できるんじゃないかなと思っております。あー、ミルだ。無効貫通か。あ、でも光が1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、光9個あるけど、光でいけないかな。9、俺。てか。バトル4か。これもうエンハ打っていいんじゃね？大丈夫だよね。
よし。ただ木もないから、それはアルテミス。あ、こんなにスキル使っちゃって大丈夫かな。大丈夫でしょ。そんな難しくないでしょ。言うて。言うてボーナスダンジョンよ。きっとね。こんなんで、落ち込んだれ。いいよ。10コンボ。超コンボ許可発動で、いけんじゃん。え？バトル5。おお、久しぶりに見たな。あー、暗闇。でもまあコンボするだけでしょ。あ、盤面キーあったっけ？あ、あった。よいしょ。今日若干ね、パズル速度が速いと思ったら、だからそのランダムのせいですね。ランダムだから4秒固定なんで、まあこれはもう口で話すというより、皆さんぜひランダムクリアしましょう。クリアはしましょう。あ、やべ、火力が足りてない。木2コンボ欲しいけど、やばいな。ここで引っかかってクリアターンがどんどん、ずるずる伸びていったら、S ランクが遠のく。木の落ちコンが欲しい。木の落ちコンください。来ないけど、あ、やべえ。あれ、これ何のスキル？あ、天才だった。仮面強っ。え、しかもこれ、激減貼れるんだ。え、仮面強っ。ありがとう。仮面入れてきて正解。よいしょ。はい。これでいったでしょ。あ、待って、違うわ。光。やべ、リーダースキルは全然把握してないんだけど。あ、無理か。1、2、3、4、5。だったらさっきの盤面でいった方がよかったな。キー2コンボあったよね。やばい。すげえぐだってる。でもまあ、レアリティめちゃくちゃ下げてるから、なんとかならんかね。これ火も組みたいけど、気待ちで。頼む。キー来い。来るんです。ありがとう。よいしょ。え？硬くない？やたら硬くない？キー2コンボはよし。え？硬くね？火力出てるよね、これで。キー光で、キー2コンボ入って。まあ、さすがにこれ削る。あか。え？ボス誰だ？あ、OK です。さあ、S ランククリアできたのか、結果を見ていきましょう。はい。初クリア、魔法石1個ゲット。いや、ガチャ引きたーい。引こう。口の色ありがとうございます。からの？行ったかな？ OK、S ランク。センキュー。これ報酬うまいんすよ。メールが3通届くのと、あと、この9周年玉ドラゲットです。メールボックス行きましょう。はい、まずこれが、宝玉。あざす。この流れで、じゃあもう次は何が出ても終わります。もう完全に引く流れになっちゃったんですけど、次は、もうダイヤだろうが金だろうが、動こうが動かまいが、それで終わります。すいません。結果的に2回引く流れになってしまいました。うまいね。ノエルめっちゃもらえて。宝玉ももらえて。で、この流れ。ほら、これダイヤいっぱい見た後からの、